こんにちは、速稼塾の久保です。今日のチャンネル解説はあのサラリーマン YouTuber J さんですね。この方は副業を始めて今年3ヶ月になるのかな、3ヶ月になるんですけども、これをね、来年の今頃は年収500万に持っていきたいというね、そういう風な仕込みで進めてますけども、一体どんな YouTube チャンネルをメディアを持たれているんでしょうか。ちょっと画面切り替えて見ていきましょう。はい、ご覧いただくようにサムネイルきちんと作っていて見やすくていいですよね。で、取り扱っている内容が、ペーパルというね、暗号通貨のことであったり、まあ、バイナンスも書いてますよね。補助金とか助成金みたいな、労働者とか経営者にものすごく有利な情報、それから政治のこととかも書いてくださってますよね。様々な切り口ですよね。そして、取って出しといいますかね、仕事帰りに YouTube を語ってみたとか、コンビニでこんなものを見つけたみたいなね、そんな素朴な内容もあります。あ、確定申告も言ってるんですよね。ということでね、このサラリーマン YouTuber さん J さんの、この J さんの生活をいろんな角度から切り取っているっていうものと、プラス、社会に対するメッセージもしっかりとあるという形になります。右上にですね、あ、チャンネル登録してないんで、チャンネル登録ね、してみますね。チャンネル登録がこれで153人になったんですか？おめでとうございます。で、右上にこの並べ替えっていうのがありますんで、人気順というのに並び替えています。そうするとですね、再生回数がすでに、6000回とかね、3000回とか、このピンクのサムネイル、政治系のやつがかなりアクセスを呼んでますよね。これすごいじゃないですか。うん。1000回以上の動画が今10本ぐらいあるってことになります。1万回以上のものがまだないんですけども、とりあえずはね、数千回で安定したテーマっていうのも、すでに、J さんお持ちだってことですよね。はい。で、次のフェーズですけども、1000回以下なんだけども、やっぱりこう数百回みたいなのがここに10個ぐらいありますよね。これもなかなか頼もしいなと思います。やっぱりね、量産してみないと何がどう当たるのかって見えてこないんで、例えばね、一番上の方で安定して1000回を超える動画って再生時間が1分から3分ですよね。で、サムネイルがこうやって、まあ、ピンクに赤とか青とかでくっきりとしていて、で、政治家さんの顔が右下にドーンとあるみたいな、これとってもサムネイルいいじゃないですか、見やすくって。これ興味引いて見ていただけると思いますし、どれもね、内容が、あれですよね、タイムリーですよね。で、特別定額給付金っていう、国民一人一人が興味がある内容を扱っています。素晴らしくセンスがいいと思います。これはいいですね。アクセス取れても、納得だと思いますよ。で、数百回の再生回数になってくると、もちろんピンクのやつもあるんですけども、ピンクのやつってのは要するに、こっちに伸びる可能性がありますよね。数千回に。この枝野さんのやつとかね、これもうすぐ1000回超えたりすると思います。で、おそらくこの同じテーマで語られているピンクのやつっていうのは、どれかの動画を見た人が横にずれて、こう完全にチャンネル登録してファンとして一通り見てくれるっていう流れなんじゃないですかね。で、それがこっちの方にも移ってくると思います。で、こっちの数百回っていう再生回数のフェーズに来ると、多少ですね、サムネイルもばらついてきますし、扱っている内容もばらついてきますよね。これはまあそうなるんですよ。で、一番再生回数の少ないコーナーに行くと、この辺ですよね。もう完全にモザイク模様というかね、サムネイルも一つ一つ違いますし、いわゆるそんなに当たってないのが散りばめられているって形です。さあ、それでまとめになりますけども、動画の作り方っていうのはこういうふうにね、様々な動画、様々な特色、様々なサムネイルでまず作ってみるんですよ、たくさん。たくさんね。その中で当たったものに絞られていって、サラリーマン YouTuber さん J ね、 J さんですね、 J さんが扱っているテーマは、あ、特別定額給付金とか政府が考えているお金のことをサラリーマン目線から語ってくれてるんだっていう風な視聴者さんからの視点になるんですよね。ということは、このテーマに類すること、政府が考えているお金のこととか、国民に対してどういうふうにお金を払っていくのか、国民からどうやって、ね、税金でお金を取っていくのかってことについて発信すると、既存のファンの方とかサラリーマン YouTuberJ さんの発信しようとする方向にいる方が気づいてもらいやすいのかなと思うんですよね。はい。で、当然ですけども、お金稼いでいかないといけないと思いますんで、こういったね、いっぱいありますね、再生回数の少ないの中に自分の商品を紹介するような動画っていうのもね、これから必要になってくるかなと思いますね。で、再生回数がこうやって少ない動画、この中にもブレイクする動画っていうのがね、これから出てくるかもしれないですよね。まあでもね、本当ね、
ジャンプが好きすぎてやめられませんとかね、鬼滅の刃とかが当たっていたかもしれないんですよ。うん、だこれは本当に一部運ですよ。どの動画が気づいてもらえたか、そしてその気づいてもらえた動画がどう横に広がっていくか、どちらにしても量産しないとこれは見えてこないところですから、ある程度の量いりますからね。というところでね、ちょっと分析してみました。非常に順調にできているんじゃないかなと思います。あとはね、もっと精度を上げるためにハッシュタグを入れてみたり、トレンド動画をもっともっと扱ってみたりとかね。例えば今でしたら、あのマリエさんの動画ね、マリエさんと島田紳助さんと出川哲朗さん、なんで出川哲朗さんが今テレビ業界を干されたのか、あれほど毎日のようにテレビに出てた方が一気に出なくなる、これは何なのか、マリエさんの枕営業劇薬ってのは本当なのか、芸能界ってそういうとこなのかとかね、島田紳助さんはなんで語らずなのかとかね、まあ、いろんなことがあると思うんですけど、ああいう系のトレンド動画っていうのも今は必須だと思うんですよね。あとオリンピックが中止になるかもしれないと、二階幹事長がついにね、オリンピックやめようかみたいなこと言い出したじゃないですか。だから、ね、オリンピック前提で進めてきたむちゃくちゃな現在のコロナ対策に対してちょっと変わってきたかなっていうところ、あとちょっと変わったところで言うとね、新型コロナウイルスって新型武漢肺炎っていう言い方を最初してたんですけども、武漢に住む人に配慮して新型コロナに変えてきました。でも今ね、変異型はイギリス型とかって言われてますよね。やめてくれよって話じゃないですか。中国の武漢は名指ししないのに、なんでね、その余波で要するに割を食らったイギリスがイギリス変異型とか言って、まさにイギリス発祥みたいなイメージを与えようとしてるのか、こういうところにもね、気づいていくと、切り込んでいくと、なかなか面白い動画ができるんじゃないかなと思いますね。はい、ではサラリーマン YouTuber さん、サラリーマン YouTuber J さん、お疲れ様でございました。これからも動画の更新待ってます。